ン曜日ののコメテーーータは月広坂さんですすこニュスからきま大阪府は昨日新型コロナウイルス特別措置法に基づく府民への外出自粛や休業の要請を段階的に解除するため独自の基準を決めました都道府県が特別措置法に基づく措置の解除の基準を独自に設定するのは初めてです大阪府が決めた基準では PCR 検査で判明した陽性者の割合や感染者向けのベッドの使用率など3つの項目で目標値を設定し要請を解除するには1週間連続で達成することを条件としています大阪府の吉村博文知事は陽性の解除について今月15日に判断すると述べました基準を満たした場合にどの要請から解除するかなどは今後検討するとしています 政府は重点的な対策が必要な特定警戒都道府県の一つとして大阪府にも要請の継続を求めています吉村知事はどうなれば解除するのか明確な出口戦略が必要国が示さないので大阪モデルを決定すると述べ緊急事態宣言の期間中でも解除に踏み切る意向を示しました これ吉村知事が掲げている大阪モデルっいうのは非常にわかりやすいとうう評価されているんですが、はい、これ、朝日新聞の時事刻刻に載っている記事からしますね今、西川綾乃さんに伝えてもらった通り、あり7日間連続っていうのは一つの基本になっています7日間連続で感染経路不明者、まあ、新たな陽性者のうち 感染経路がが不明だという方が10人未満これが1週間続く、それから PCR 検査で出た陽性率7%未満、これがまた1週間続く、そして大阪,、えー、市内大阪府内の、えー、病院のベッドの使用率、これ、重症者の方のベッドの使用率が60%未満、これが1週間続く。この3つのつつ条件、えー3つ の条件を1週間満たせば、えー、消灯基準というこれがまたあの大阪らしいというか吉村さんらしいんですが例えば大阪城って皆さんご存知ですよね、うん、大阪城、はいえー、などということになってますけど、うん、大阪城を例にとると、えー、ライトアップをします夜になりますとでこのライトアップなんですが、えー、消灯基準を満たしているうちは緑あ緑のうちは 今申し上げた3条件を満たしているんだなところがですね警戒信号が点灯すると今度は黄色のライトアップに変わるで、概ねそのおおむね消灯基準が倍になったら赤とするというアイデアも示しているということで、まあ、色分けで、えー、やろうかなと知っている、うん、ということなんですがこの大阪モデルに対して出口戦略、うんえー、西村担当大臣はですね 出口戦略は国が決めるので、えー、それは自治体それぞれが決めることではないというふうに言っている、うん、ということなんですが、まずこの大阪モデルについて、二月さん、はい、あの3つの基準で言うと、ね、感染経路不明者10人未満、はい、それから、えー、陽性の判定で出た人が7%未満で、あと重症の別当の使用率が6割未満ということなんですが、うん、今、大阪の現状で言うと、感染経路不明者っていうのは、 えー、7.29人だから10人を割っているわけですね、はい、それから、えー、陽性率も7%ではなくて、今、陽性率は4.5%です、<You got S 1> それから重症ベッドの使用率は60%未満の基準をあのクリアして33%なんです、つまりもう出せるということなんですよね、でこれが基準を満たした後に、えー、知事が判断をするということなので、 えー、すぐ見出したからはいしますということではないでもう一つ条件があって昨日の会見で面白いなと思ったのは大阪がそれでそういうその自粛を解除して休業を解除したとしても人が流れてきたら困るからこの基準でいくことについては京都府と兵庫県と協議をしたいと言っている隣接してるわけです、ね、そうなんですね。ねでそここがが流出が止められれば、えー、この自粛休業を あのこの地域だけできるようにしたいというようなことなんですよ。で僕はねあの、まあ、大阪について言うとこのコロナが発生して以降あのいろんな、えー、いろんな見解を出す知事で言うと、えー、大阪吉村さんそれから北海道鈴木知事それから愛知の大村知事。 この人たちの発信力というのはすごい強いというふうに思っていてでやっぱりそこに全国の知事会の人たちがあちゃんと国一応、国とは連携するんですが国とは別にしてそういうことしていいんだということで知事会の発言が非常に強くなってきているだから全国知事会の会議、まああのえー、リモート会議なんですが西村さんも出るようになったわけですよ。うん、という意味では私はね あのこれ、コロナ特別措置法の緊急宣言事態宣言出された後に、権限は知事に移るという、形式上はそうなってるんですけれども、やはりそこでこう前に前に出てくる知事っていうのが、どうなのかなあの、そこに住んでる人の安心感っていうのはあると思うんですね。で実はは小池知事昨日の会見でで <laughs> 延長になったことで、えー、あの休業してる人、まあ ににに対すすする保障について言うと新たにまたままやりますったわけですよあの休業でめ面倒くさいこういう名前あのお役所つけるんだなと思ったんですが感染拡大防止協力金とい、ね、<laughs> 休業保障ですよね。でご存知のとおり、えー、1点当たり50万複数の持ってる人は100万円をやるということでこれが緊急事態宣言が伸びたということで第2弾で新たにまた 1>, えー、1点当たり50万、複数の経営者には100万をやりますと、そのために、えー、これからの、えー、都の補正予算をだいたい450兆億ぐらいは組みますというふうに言ってると、これも実は、昨日午前中までに都の幹部は大反対だったらしいんですが、それ、財源がないから、やっぱりあるといっても、東京は裕福といっても、450億出すというのは相当な組み換えやらなきゃいけないんでね。 ところが小池さんがいややるんだというふうにして夕方会見をした小池さんはやっぱり前に出てるということでいうとこういう事態の時にね首長って、ね、力量が試されるなというのが率直な感想ですよね。あの 今回の国の、えーまあ、休業保障も含めて、まあ、一律10万円もそうなんですが、はい、もう今言われているのが、えー、今回、まあ予算を組まあ、補正予算を出しました二十、えー、数兆ですね、でもう今言われているのが第2次補正予算、うん、第3次補正予算、うん、いわゆる二の矢、三の矢も言われているんだけども。うん これはなるほどなと思うのがあのエコノミストの方とかあるいは財務官僚ご出身の方なんかのいろいろコメントを聞いてみるとそれは財務省からすればそんなもう危険なことはできないから、うん、これある程度限度を決めて財政出動すべきじゃないか、うん、ところが一方で政治家、これ自民党内でもそうですけど、うん、今、そんなこと言っている場合じゃないだろうと。うんうん というか2次補正、3次補正も視野に入れて早め早めに手を打とうと、うん、当然、赤字国債ってことになるんだけどそれは覚悟しなきゃいけないんじゃないかこれはも,うもちろん自民党総裁で総理である安倍総裁もね安倍総理もそれは覚悟すべきじゃないかというのは与党内にも出てきている公明党内にも出てきているこの辺でどうなんですかね。このの国は金を出して大丈夫なのか いや大丈夫じゃないのかっていうのが、うん、なんかね、昨日テレビ見てると、あの橋本さんが、もうこれはもうやけのおはるになってもいいんですよ、政治家はここで確保しなきゃいけないんだって、かなりヒートアップしてらっしゃいましたけど、はい、この辺2つはどう思いますまず1つはですね、おととい4日の夕方に、えー、安倍首相が、えー、この緊急事態宣言の5月31日までの延長の会見をしたわけです。みんな期待してたのは その根拠を数字で出してほしいと、その根拠を出さないと、31日にやめるということは決まりませんよねということで、あの安倍首相が言ったのは、31日の前に、えー、宣言を解除する可能性もあるってっわけです、うん、何を基準なのということなんですよね。見直しの基準ですよね。で、吉村さんは多分これ、じりじりしたんでしょう、だったらこっちで作ってやろうじゃないかな、うん、みたいなことになってくる。つまり 延長するというあの、延長する基準、今、吉村さんが3つ出したような基準を出してほしいことなんですね、で昨日この問題であの西村、えー、コロナ担当大臣がどういう言い方をしているかというと、えー、出口戦略ということであれば、これは国が専門家の意見を聞いて考える話であって、 出口戦略というのは国が決めるというふうに言ったわけですよで「おいおいおい」っていうじゃあ戦略じゃなくてその数字を出してほしいというところでやっぱりそうなって自民党の中からもやっぱりあの選挙区今戻れないんですがそれはもうなんとかしてくれっていう話。 落ととされるる方もいるんだとこの両輪をどういうふうにするのかっていうのが実は政治判断なんですよねでいつもあの専門家の,あの意見を聞いてって、まあ、あのコロナウイルスの専門家会議があるんですが私はね専門家会議っていうのはそれを言いますよそれは最後の1人までいなくなるまでは徹底して命を守れというのがドクターの仕事ですよね。よくあのプロレスでも ボククシンンググでも脇にリングドクターって言いますで。ヘロヘロに打たれちゃった時にドクターがやめろっていうわけですよところがその審判はちょっと待ってよこ,のこれから打ち合いが面白いんだから観客をこれを見に来てるんだから <laughs> ドクターそれはあなたの立場で言うけどもう少し試合を継続してくれこれがあの例えで言えば、えー、この,あのレフェリーっていうのは政治家なんですよ でドクターは医者だからこれ以上打ったらそのあのボクサーとかレスラーの健康に害するからやめろってそれは言うに当然なんですよ。うん、でそのことだけを聞いてるとちょっと例えがこう力がずれるんですが試合は面白くないよねということだし専門科学のは重要なんだけどもそれと吉村さんが言ってる知事が言ってる経済で命を落とされる方をどう救うのかっていうのは政治判断だと思うんですね。だから ここで言うと、西村さんは、まあ、あえて言うけど、あの人、調整役でメッセンジャーで決裁権を持ってないから、政府が言ってる、安倍さんが言う通りしか言うしかないんですよ。でもやっぱり、これだけ経済が疲弊してて、もう本当に、もう、あとどうするのという、昨日えー、と第二第一生命研究所の研究員の熊野さんが、 こういういこことを言ってたんですねあこの例えいいなと思ったんですがあの素潜りで海に戻った時の最初の30秒よりも後半の30秒の方がきつい潜っている時よりは今度水面に上がってくる時の30秒,、ね、30秒潜った後にもう30秒潜れと言った時の方がきついと、うん、つまり5月の6日に7日に解除というふうにして我慢してたらもう1ヶ月伸びろという。 こののの潜水の30秒の方がきついんだこれは多分今休業されてる方とかご商売してる方本当そう思ってると思うんですよ7日までは持つけれど思ったけどももうもう一か月やってくれという吉さんに対して数字を出してくれということだろうと思うでやっぱりねずっとやっぱり安倍さんっていうか政府見てるとなんでこんなにスピード感がないのっていうのは簡単な話なんですよ いつも通りの平時の延長で調整ばっかりやってるからスピード感ないに決まってるわけですよ、スピード感っていうのは平時ではない調整ではない決断をすることがスピード感ですから、スピード感を求められるときにいつも通りの調整の政治をやってたらこうなっちゃいますよね、ここをやっぱり知事たちはどん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 あの地方から声を上げてあの発信してるっていうのが現状だと思いますね。 まあ、専門家会議も今度は経済分野の方も加、えー、えましょうという話もありますけどもそれでもう要するに専門家であるお医者さんたちからするともう我々はやれることはもう全部やってるんだと <laughs>、うん、それ以外のところでいうと専門家経済の専門家の方が入ってもらってじゃあその出口を。 いろいろ話をするときに医学的根拠はどうですかという意見を求められたらそれはいくらでもしますよという話になっている、まあ、その上に今度は諮問会議というのがあってこれがほとんど機能していないという話もあるみたいなんですがいずれにしても今のところはえ各都道府県知事のまあリーダーシップが今本当に試されているなんて悠長なことを言っている場合じゃなくてその人たちにかかっちゃっているところがあるというのは現状だと思います2つ目いきます。 PCR 検査目安新型コロナウイルスへの感染を調べる PCR 検査受診前の相談の目安についてこれまで37.5度以上の発熱が4日以上としていた目安の削除を検討していることが昨日分かりました。 自宅で待機していた感染者が死亡するなどのケースが相次いだことや、目安が厳しすぎるとの批判が噴出したため、厚生労働省が専門家の意見もまとめ、近く公表する方針です。政府の専門家会議が2月にまとめた目安では、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いた場合のほか、重症化しやすい人は、 2日程度続いた場合に相談センターに相談することとしていました、はいまあ、これは軽症といわれる人は急に重症化した、はい、ということからすると今までの判断基準というのはこれはもう現実に即さなくなったということで。 もうあのこれもまたその自治体によるんですけれども、自治体によっては、もう自分でも熱がありますっていう場合は、すぐ相談して、すぐに PCR 検査を受けられる状態にあるところもあれば、そうじゃないところもある、これもちょっとまだら状態になっていますが、うん、これも現実的な対応だっていうことですか、二月さんあのこれは現実的っていうか、もうそうなんです。 えー、37号5部が4日間続いたら、えー、来てくれという中で一挙に重症化して亡くなる人があの増えているわけですからこの基準でいうと、えー、来るなという話になってしまうと、うん、でこれ、まあ、ずっとここ、まあ、1月から起きたということで言えばもう4月、4ヶ月ぐらい続いている中で最初にこの基準を出した意味は何なのかということなんですよね。で 最近、この基準が37.5度が一人歩きしてとていう,ようなことをね専門家会議の人が言うんだけど人歩きじゃない、あれだけ言ったんだからそれはみんなそう思ってますよね、4日我慢するんだみたいに思っているわけですからそれは何なのかというと PCR 検査の検査数との逆転なんですよ、こういう言い方をしたんですね。PCR 検検査の検査のの 機械と人員が足りない、それからまずは PCR 検査をあ足りないというのがあって PCR 検査をしなくても、えー、治りますというあの軽症ですというふうにどっちが先なのっ、うん、つまり PCR 検査の、えー、人と機会がないのが前提だったわけですよ、うん、それがだん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  PCR 検査も体制を取りますっ,つって、まあ、この前の安倍さんなんかも国会でも言ってたんですが、えー 2万台を2万件あのできるようにしますというふうに言ったんですが相変わらずそれはなってないわけですね7000件だったり最大1万3000件という言い方をしたんですが2万件をたやる体制を今後やります今後やりますねやりましたっていうそ揃えたということはずっと言ってないんですけれどもそうなってくるとどういうふうな形で基準を変えるのは現場のつまり 軽症だった人が2日で亡くなったというふうな検査前の人が亡くなったというケースが出てきたからもう早くお医者さんに行ってくださいというふうになってくる1つはですねこういう新型コロナウイルスというまだ解明もされていないあのウイルスに対してはいろんな基準が動いてもいいと思うんですだって対応が違うし感染者数が増えた場合とかは違うからどんどん基準を変えていいんですが流れからするとあの これが出てくるまでにどういうことを言ってどういう体制を組まれたのかということで言えば結構穴箱が多い中をみんな平気で通ってきたというのがあるんですよねだからこれはやっぱり、ね、ちゃんと検証すべきだと思いますこのあの変えることは私は構わないと思ってます、ね、いま本当に現実に即してすぐにやった方がいいと思うし、はい、あのまあ二月さんも西川さんも私もそうですけど必ず文化放送の今1階の警備室入り口のところで。はい 健康しますよね、はい、私大体36度前後なんですよ、はい、で私前からそうなんですけど平熱低めなんですよ、うん、いわゆる一般的な平熱に比べるとだからその平熱がそれぞれみんな違うわけだから、うん、そこで一律37.5度はねえだろうってのはそれは当たり前の話だとは思うんですけどねごめんなさい3つ目いきます朝日新聞の記事からです 新型コロナウイルスの感染拡大で休校が長引く中学校間のデジタル格差が広がっていますオンライン授業の普及は私立校などの一部にとどまり公立校ではごく一部文部科学省は小中学生を対象にしたデジタル端末の購入費を大幅に積み増やしていますが使いこなせる先生や端末の不足など課題は多いと言います 文部科学省の4月16日時点の調査によりますと、休校中、または休校予定の1213の自治体のうち、デジタル教材を使うのは29%で、双方向のオンライン指導をするのは、わずか5%だったということですまあある先生が、オンライン授業やりましょうと。 いうことで始めますよっていうんで、えー、教職員会議に諮ったところや先生それはあなたができるかもしれないけど多くの先生ができないんだからこれはなしということにしましょうっていうこれでものすごくこうイライラしてる悶々としてる先生もいらっしゃるってことは今日の朝日新聞記事に朝日新聞記事にも出ていますけどもこれは例えば端末をお渡ししても実際それを使いこなせる先生側の問題もあるし。はいうん 一方でその家庭内で w i フ f i の環境ももちろんあったりとか、はい、でその後端末を今度はまあ例えばゲームに使うとかアダルトを見ちゃうんじゃないかとかそういうこといろんなこと言われてるんだけどまあ問題はそれ今回のコロナウイルスの前から言われていることで使いこなせない側とも持った側の問題っいうのは今始まった問題じゃないと思うんですけどどうですか、ね、あの今朝,のあの朝日新聞は割とあのあの 長めと言いますかこってりといいますかこの問題が書いててねなかなか面白いんですよね。で特にね NHK のニュースではこういうそのオンライン授業が進んでますみたいなことをんだか NHK はよくやるんですよ。で先生たちが動画を撮ってる様をやってこういうふうにって言うんだけどもあれはなんで言った時にそうやってるのかなと思った案の定案の定今日の朝日新聞の記事だとそのデジタルで オンラインの授業というのが、えー、教材で使っているのが29%つまり3割切っている、うん、それからお互い生徒と先生がやり合う双方向がなんと5%というですね、うん、なんで進んでねえじゃんというねでここはあのそういうようなこと進んでねえよねと言いながらなんです逆に言うと今子どもたちが教育が受けられない格差っていうのが、うん もうう学校休業になっってこれ多分ずっと続くでしょうそうすると、ものすごく勉強しない、できないことをデジタルでやっていることはものすごい開いちゃうわけでねこれ大変な話だなということで私は早急にやるべきだと思うんですがよく読んでみると、朝日を読んでみるとあのこういう文部科学省というのは10年以上前からこういう オンラインを促進してくれということで地方交付税ではつけてたんですねところがつけてたんですけれども各自治体のそれの優先順位は低かったもんだからとにかく一人にしたいということでどん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 やってくださいねということなんですが全国平均でいうとえ教育用のパソコンコンピューターは全国平均でいうと児童に対して 5.4人に1台ということなので、まあ、イメージすると1台の,このタブレットでもまあ単発端末に5人ぐらいがこう群がって見ているというです、ね、そうでしかできないとなると、ね、これやっぱりまずいよねという感じですよね例えば、あの各家庭に今スマホってありますけど、はい、スマホを利用できないかとか。うん あの端末を今からまた全部、今、端末そのものをパソコンとかタブレットは今、品薄になっているという話もありますけども、そういうものも活用しながら、要するにハード面ではなんとかできるんじゃないかっていう話もあるし、ある学校ではあのタブレットなかったらスマホでも対応できますよっていう、そういうオンライン授業をやってるところもあるけど、結局は PCR 検査もそうなんですけど、検体を取りました、はい。 検査をするために、うん、検体をとってもそれを最終的に答えを出すのはまだマンパワーに頼らざるを得ない、うん、そのマンパワーの問題に結局ここも行っちゃってるような気がするんですよね、うん、できる先生とできない先生このスタージオでできるのはね,ね西川さんしかできないですよ私もどうだか二十 <laughs> <laughs> 人例えば三十人クラスで三十人の子供たちの顔をこう見,、うん、見ながらさあここはどうでしょうっていうことを自分でコントロールできる先生とできない先生ってこれはまあ もう本当にしょうがないやと思うところもありますよね,すねあの佐賀県の武雄市という、ねはい、武雄温泉があるところなんですがここが2015年度までに市内の小中学生に一人一台の端末が完備したんですって、うん、ここはね日渡さんという当時の市長がいてですねで私もなんか、えー、会いに行ったことがありました、うん、まあなかなかやり手の人ですでこれ2015年までに端末を置いたんですけれどもいろんな意見があって いやエッチなサイトにアクセスしたらどうすんのとかですね <laughs> これは情報流出したらどうすんのみたいなのがわっときて、うん、結局使うネットの接続は校内のみというふうにしちゃったというわけです<ー>そうすると今みたいに在宅でやる時っていうのは今国丸さんが言ったうにネット環境どうなのっていう例えば w i f i なんかあるのというようなことでいうとこのものがあってもどういうふうにするのかという。 これもう当たり前の話なんですがパソコンってただの箱ですからねその箱をつないで何を乗っけるかっていうことは重要であって箱だけ配ってもしょうがないというねこのあの佐賀県の武雄の当時の日渡市長は箱の中にいろんなの詰めようと思ったらみんな詰めるなと言ったとっいう話なんですよ。うん、となると今この端末も全国平均でいうと児童のうちに5.4人に1台しかない。 しかも、それの中に箱に何詰めるかっついったらあのその他の先生が使いこなせないものをやってもしょうがないじゃないかっていうようなことを言うというのは、ね、変でしょう <laughs>、まあ、今日の朝日新聞、えー、の記事見て,みて、はい、見てみる限りではで,できないということを理由にやめるんじゃなくて。 とにかくやってみようってことが大事なんじゃないかっていうような趣旨の記事になっておりますけども、はい、私はね、ねこれはあの多分小学生大,大半がスマホ持ってると思うんですよ、うんうん、スマホでやればいいんですよ、お父さん<で>お母さんはスマホでできると思います、ねうん、そういうふうにするところからできることからやればいいっていうね、はい、これは子どもにとってやっぱりデジタル授業ができないこと、受けてないことは、長さ休み後、ものすごい格差、格差が広がりますよね。 水曜日の福山ジャパンコメンテーターは二月博隆さんでした、えー。来週もよろしくお願いいたします。はいどうも。